これ気に入りました。買います。あ、本当ですか。いいんだよ、お前。いくらですか。ちょっと安すぎるね。やめとこうかな。安すぎ、じゃあ。いましたか。はい。あ、ということで、今回。まあ、やった内容がですね、借金ですね。うん。そうそう。信じられない。ちょっと待てよ。は？嘘でしょ。食べていいですか。どうぞ。うおぉ、これまた違った。椅子も動いた。開けたら椅子が動くね。動きます。うわー、シャレてる。シャレだな。おしゃんじゃん。また前のと違いますね。え、めっちゃなんか乗ってるんですけど。買う人、お前買って、お前買えよ、お前。あ、もうダメだ。買う。似合いますか。似合う似合う似合う。すごい、なんかおしゃん。お前完全に反射に起きそうだな。なんか中国の映画にできそうなやつ、悪いやつで。え、超いい。このベージュがいい。その白っぽいベージュが。かっこいいな、でもな。え、超いい。おしゃれですよね。これ気に入りました。買います。あ、本当いいんだよな、お前。ありがとうございます。いくらですか。お前会社の経費で買うなよ、お前。自分でお願いします。これいくらすんの。2000、どんくらい ?2500 くらい。そうですね。これは何？すごいなんか。ランボルギーニ。あ、これランボルギーニですか。すごいなんか。これはスポーツカーみたいな。あれみたい。これは本当にイケイケな人が、やっぱイケイケな人が乗るんだ。じゃあ俺にちょっといいね。ありがとうございます。フレードがね、得意やでな。これが 2000? さっくりとまあ2300くらいです。2300くらい。2300。安すぎるね。やめとこうかな。安すぎ、じゃあ。いましたね。車検の値段はどうなんですか、ぶっちゃけ。まあじゃあ、中に。おい、マジ、実話で、実話で知りたいな。はい。ということで、今回。まあ、やった内容がですね、車検ですね。まず。どうします、金額からいきますか。どうする、見ちゃった。これ、写していいとか、写したかどうかな。あ、いいっすよ、いいんだから、会社名と。グッズ先もいいやね、金が入ってくる。ああ、ね。まあ、そう。これ全額です。え、安っ。じゃあ、ホイールリペアもやって。ホイールリペアと、まあそうです、エンジンオイル交換と、あとポジションランプだけちょっと交換させていただいて。え、これ、あ、車検代別か。車検代込みです。え、嘘嘘。そう信じられない。ちょっと待てよ。脱いでも構わない、別に。ちょっと待てよ。は嘘でしょ。本当ですよ。いつも隠しもないです。本当に、いや、俺これ実はなんですよ。本当これ。めちゃめちゃびっくり。エアコン入れますか？ちょっと。本当ですかそれ？嘘。これじゃ実はっていうのは本当に値段俺聞いてなかったね。はい。確かに。伝えてないです。でまあなんか何で入ってくるんかなーぐらいな感じは思ったんです。まだまだ。ついたら申し訳ありましたって言って。はい。まあ、動画的にはちょっとかかってるけど、まあ、今日ね取りに来るのはこれおしまいじゃない。で配達もするって言ったでしょ？まあその予定でしたね。そうですね、持ってきます、持ってきますかって、ああ、まあ、俺も動画の問題なので、せっかくやら行きますわって言ったけど、これ配達もししてもらって、コンビが取り来てもらったやつ、そうです、その値段で出してました。あわへん。やっぱ、その、ディーラーさんとかで車検受けられる。100万ぐらいなんか言ってたっすよね。そうですね、まあ、高い。さっき、なんか前言ってましたよね、結構。服着てもらっていいですか。スーパーないです。その前に服着てもらっていいですか。恥ずかしがってる。もう最悪でしたこのチャンネル。普通の乗用車より安いんだ。そう、本当にイメージだけで言うとスーパーカーの車検って、まあ本当にディーラーさんとかであると50万とかっていうようなのがまあ一般的なイメージだと思うんですけど、まあもちろんディーラーさん、そのディーラーさんでやってもらうっていう安心感ももちろんあるんですけど、まあ、やっぱ皆さん、金額安く抑えたいっていうのがあると思うんですよ。で、まあ、そういうお客さんもいらっしゃいます。まあ、うちで持ってきていただければ、まあ、基本的にはこの値段買ってきて。え、はい、言わ安いよ。嘘でしょ。いや、これ本当宣伝でも何でもない。もしかしたら下げられてるかもしれない。いや、これ YouTube だもんね。これがね。あとから別の請求書が来るかもしれない。それが、他のやっぱ視聴者でこれ来るかもしれない。俺も、あの、50万いかんでも。30、40ぐらいは覚悟しました。違うところで調べたときに、ランボルギーニとか、100万円ぐらい車検でかかったとか、まあ、内容まではちょっと詳しく知らないですけど、100万円かかったみたいな感じで、まあ、載ってた記事があったんで、一応点検みたいなのを用意してくれるんですか。そうですね、もう一通りやって、はい、そういうのもあったんで、まあ、維持費が高いっていう部分もやっぱ皆さん思われるんですけど、
やっぱそんなことないよ。安くもなく高くも適正な価格で、やらせてもらってるってこと。うわー、これが驚きな。本当これでいいの？はい、これでやらさせてもらって。もうちょっと置いてかんと、それも可愛いよ。じゃあこの値段でもうやらさせて。もしかして鮭2円？鮭2円。そうです。これが嬉しいな。嬉しいな。これでも本当に一般の人もみんなそうでしょ？もちろん。社長だからとかじゃないし。いや、顔で判断するのやめてください。ちょっと待ってください。この値段でどうしてできるのか。あ、それは聞きたい。社長じゃ最後ちょっと登場してください。はいはいはい。じゃあ、安すぎるな。ありがとうございます。ちょっとガチンコに安いと思った。あ、本当ですか。じゃあ俺絶対30万いくだろ。マジですか。いや、それはそうですよ。それはそうですよね。普通だって運営ですよね。まあまあ、いろいろ聞いたんですけど。はいはいはい。ぶっちゃけそういう、何、正規店とかで。あ、まあ、リーダーはね。まあ、リーダー持ってきたら40万、50万、100万。しますね。個人が高いですからね。これだけ安いんですか。ただ自社でやっとるんだよ。まあそれもあるんですけど、その税金の分で絶対かかるの。7万円フェラーリやろうがクラウンやろうが重量だったりで決まってるもんで、はい、フェラーリだからこの税金税が高いってことはないんですよ。はい。まあ基本料金は一緒ですので、はい、でまあうち本当にこの修理とか車検では、はい、もう利益取る気全くないんですよ。はい。買っていただいたお客さんには。あ、マジですか。うん。あれかこう見て。したらちょっとまあちょこちょこずらしてねっていう。まあそう。でも次買ってくれよ。そういうことすること。そういう役は。うん。はあ。やっぱ維持費が高いだ、ああだ、こうだってみんな言えないですか。そうですね。そういうイメージがある。問い合わせるとすぐそれなんですよ。まあでもそうです。そう。これはでも本当に感動する。うん、これびっくりかも。今年一びっくり。今年一びっくり。今年一びっくり。下手にね、レクサス乗ってディーラーでやるより安いかもしれない。全然安い。次の海外に繋いでもらえれば。いや、ちょっと頑張ります。はい、本当に。まあ、値段が上がり続ければいいけど、下がらなきゃいいんですけどね。うん、俺、こう上がるとこうなるんじゃないかな。株みたいにね。そう言っとる人もいる、今。だから半々、まだ行くんじゃないかっていうと、まあ、この辺が限界じゃないかっていう。それは僕らはもう予言者じゃないの。分かるんですよ。よく聞かれるんですけど、占い師は分かりませんよ。そうですね。だけど、旧車ってあるじゃないですか。僕らの時代の旧車の FX とかによって。あ、バイクね。100万とか。20万、150万、高いって言ってますけど、いやもう500万、100万、そう昔3万とか5万ですよね、あれ。いや、その時代ですよね、俺らの時代が違う。俺らのゼファーとかは、あと3万、5万とか、まあ、先輩がもうやるわ、そうとかが、今もう何百万ですよ、ゼファーでも。ゼファーがね、高いですね。はい。僕は下がることはないなと思ってます。この実はここで止まるのか、上がるかどっちかじゃないかなと思ってます。うん、予想ではね、新車は買えないんですよ。そうですよね。うん、買えないんですよね。あれだけいろんな人とも出会って、この間これちょっとね、今日フェラーリ買ったっていこう。はいはいはい。まあうちじゃないですけど。はいはい。で、その後やっぱりフェラーリ買ってまだ半年ぐらいです。うん。すごい良いです。太陽光もマンションとか。ああ。その仕事がもう今仕事だから。ああ。その付き合いだけでね。付き合いだけね。特に建築系の人多いですからね。フェラーリとかランボルギーニ、ちょっとピカピカにして。まあ多いですよね。多いですよね、ピカピカ系。そういうところに入ってくると、またお互いそうじゃないですか。違うやつを見つけてまた喋ってる。趣味が一緒ですよね。なんか仕事のために、させんじゃなくて、フェラーリを取って喋っとったら、本当に面白いから、一回次に行きましょうよみたいな。そうですね。で、またつながっていく。一番いいことじゃないですか。気も合うし、お互いが。はい。すごい人とのつながりを今すごく大事に考えてるんですよ。考えてるんですよ。いや、ゴミ。孫は乗ってる場合やねん。買い替えって言うんだけど、家のローンだとか、ああ、そうだよ。家なんか売っちゃえんの。すごいこと言うんですよ。怖いですね。一人で。一軒家住んでる。一人も。はい。一人も。全然一緒じゃん。いいなんですよ。一緒じゃないですか。お邪魔しますよ。本当に。飲むんですか。お酒飲む。飲みますけど。いいですよね。遊び行きましょうか。あ、ありがとうございます。これ本当実はね。先に僕が行った方がいい。そうそうそう、そうやね。俺も偉そうに言うな。何個言うしょ。偉そうに俺先輩やもんね。そうです。いや、そんなこと違いますよ。俺より先輩でしょ。おいくつですか。僕、永遠の34歳です。つまらんのはいらないですね。すみませんけど、ここはちょっと。50歳です。50歳なんですか。50歳。バットさん。バットさん。もう一回勘弁してくださいよ。
そこもこのドロドロが。バスターどういう経緯バスターになったんですかね。やば。いや、なかなかなんですからね。いいですか、それぐらいの方が。これでも何でしょう。ありがとうございます。ドームと暴れるらしいです。いやいやいや。違う。どんどん離れてないですか。僕は暴れてました。シャインと飯食うの嫌いやもんで。あ、マジですか。でも結構食うんですよ。嫌いじゃないですけど。だけどもう、仕事の話以外全くしない。そうそう、もう社員の人が嫌がらへんかなと思って嫌がるからコンビ行ってくれ強気で強気で 99% 仕事の話しかしないからほぼだからそれが社員の人苦痛やからかわいそうやなと思っちゃういやでもあこいつ苦痛だなと思ってた一緒だからそういうことしかない、うん、それが好きなやつしかあで自然とそういうことになってそういうことやってるから変なもんやめていくし集まる選別選別でねそれ勉強になります。勉強になります。常に勉強してます。いやいや、とんでもないです。YouTube で。YouTube で。YouTube 界で。お世話になります。まだうちは、ひよっこみたいな。いやいや、やめなさい、やめなさい。じゃあ、今年現場行かせますわ。あ、行きましょうか。ぜひ。はい。で、家に遊びに行くって言ってたよ。家に行く。カメラ回っとったらいいですよ。カメラ出してきたら、ただ。こんなんしました、今。こんでええんしました、今。まだ息子はもうちょっとやっぱ動画慣れしてかんと。もうちょっと動画慣れ。僕もです。まず週2本。ここはちょっと慣れすぎて。ちょっと落ち着いた方がいい。この年でね。ガチャ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 。はい、じゃあ、終了でございます。ありがとうございます。いい、本当に車検と。これもう本当にガチでこれ本当にね。まあ、僕もそうじゃない。これは宣伝でやってくれとかもありますけど、全然じゃないから。はい。本当に興味あればだけど、一回相談するのはいいかもしれない。相談だけだとね、大変なもんであれですけど。いや、いいです。車に来るなりなんなりしてね、遊びに来てくれたら、ぜひまた相談なりなしください。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。せーの、まだ見ねー。まだ見ねー。